はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はこれです。フリクションペグのお話をさせていただきたいと思います。フリクションペグ、最近めっきり見かけなくなってきたんですけども、というのはまあもともとこのフリクションペグが使われてた理由っていうのは、軽いウクレレに重たいギアの入ったペグを使うと重さがこうバランスが悪くなって、使いづらくなります。ヘッド側がギアが入って重たくなるとこうやって落ちそうになりますよね。そのためにギアのない1対1のこのフリクションペグ、1対1っていうのはここの部分を1回転させるとこっち側のポストの部分も1回転する、同じ動きをするというものですね。はい。で、そういうものでこれ重宝されてたんですが、やはり慣れないと合わせづらい、それでギア式のものにすると、重たい。でも最近は技術が発達してきまして、軽い材料でギア式のペグが作られるようになって、でまたそれがお安くなってってなってくると、もうお安いウクレレに最初からフリクションではなくギア式のペグっていう感じになってるんですけども、やはり古いウクレレ、もしくはですねちょっと前に買った日本製のウクレレなんかでもフリクションペグ使われてるものもあります。実は BJ このフリクションペグが好きで、一時ギア式のペグがついてるウクレレをわざわざギア式のペグを外してフリクションにしてたんですね。慣れるとすごく合わせやすいんです。で、あっという間に合わせられるんですね。ギア式の場合はこうやってグイグイグイってこう回して回してっていう感じなんですけども、慣れたらですよ、フリクションっていうのはもうあっという間にクッキュッキュッキュッ手元で合わせられるんですね。はい。こいつは60年代のマーチンなんですけど、取り替えずにこのまま置いてあります。まあ、あんまりね、改造するのもあれなので。で、こいつも、ダダリオのクリップ式ミニチューナーですね。これはここの挟むタイプのものを使っております。はい。まあ、そんな感じで、あんまりなるべく改造しないようにそのまま使うという形でやってるんですが、このフリクション、やっぱりたまに使うと非常に使いやすいんですね。で、まあその辺のお話をさせていただきましょう。まあ使いづらいわっていう方いらっしゃると思うんですけど、この使いづらさ、使いやすさのこの差は何かと言いますと、ここの後ろにネジついてますね。このネジの締め具合なんですね。はい、ここの後ろにネジがあります。これドライバーで、普通のドライバーでいいんですよ。締めるんですけども、緩すぎると締めても締めても弦の張りに負けてフィンって戻っていくんですね。このフリクションっていうのは摩擦という意味で、ここの部分の摩擦でペグが止まってるんですね。はい。で、その摩擦具合をこのネジで調整するってことです。時々ウクレレのペグが壊れました。この糸巻きですね。壊れましたって言われて見させてもらうと、ここのネジが緩んでるだけという方もいらっしゃいます。はい。ですので、もし家にあるウクレレ、このペグが壊れて使えないんですっていうのを置いてある人いたら、ちょっとこれで締めてみてください。で、締めると、弦緩まなくなりますからね。はい。で、この締め具合なんですけど、この動画で締め具合を説明するのが難しいところでもあります。トルクレンチとかも持ってないので、トルクでどれぐらいですっていうのも言えないですよね。で、これまあ締め加減が絶妙なところでいい感じに締めるとですね、こうやって回した時にいいところにピタッと止まる、ピタッと止まるんです。はい。スーッと滑らかに動いてピタッと止まる感じのところになるように、ここのネジを調整する。そうするとフリクションペグはすごく使いやすいものになります。で、緩むのが嫌だからって言って思いっきり締めて締めて締めすぎるとですね、今度ここのボタンの部分が耐えきれずに、まあこれプラスチック樹脂系のものなので締めすぎると割れます。割れて壊れるということになるので、締めすぎはいけないですけど、緩くすぎるとこうぐるんぐるんぐるんと、空回りしてしまいますので、程よい締め加減、はい、で締めていただくと、すごく使いやすいペグになるんですね。で、軽いですから、やはりギア式のものも最近は軽いですよと言っても、このフリクションの方がやはり軽いですから、カラカラとこの軽快になるんですね。
ていう感じですね。はい、このコロコロと軽快になるのは、このウクレレがもともとそういうコロコロとなるウクレレでもあるんですが、やはりこのペグですね、はい、軽いものにすると非常にまた軽快に、程よくなるという感じですね。この、現行のマーチン S1、 これもですね、もともとはフリクションペグがついてたんですが、こいつはもう UPT 後藤の UPT というプラネタリーチューナーですね、4対1のギアが入っております。ここのノブの部分を4回転させるとポストが1回転するんですね。そうするとチューニングが合わせやすいんです。非常に、はい、合わせやすいんですが、若干やっぱりその分重たさもあります。でテナーウクレレぐらいだと重さ関係ないぐらいなんですけども、やっぱりソプラノでボディが軽いものになるとちょっとヘッドの方が重たいかなっていうぐらいになるかなというところですね。でまあこの現行のマーチンよりも古いマーチンの方が軽いです。はい、軽いのでより一層このヘッド側が落ちると、引きづらいですからね、なるべく軽い状態って言いながら、まあこれはつけてますけども、このダダリオのこのチューナーはですね、クリップ式チューナーに比べたら3分の2ぐらい、半分よりはちょっと重たいぐらいなんですけど、5分の3ぐらいの、重さですので、はい、だいぶ軽くはなっておりますね。はい、またこのフリクションペグって、すごく安い、お安い値段で売ってます。 Amazon なんかで探しますと1000円以下ぐらいで結構いいものもあるんですね。まあ有名メーカーのものはお高いですが、で1000円ぐらいでもそれほど構造的に難しいものではないですので、単純なものですから、十分使えます。はい、そんな感じで、まあ古き良きフリクションペグですね、これもまだまだ全然現役で使えますから、このネジの締め具合いろいろ試してみて、締めやすさちょっとやってみてください。でどうしても分かんない方はウクレレクラブの練習会、またはですねウクレレキャンプの方に来ていただければ、調整しますので、言ってみてください。ただ突然ですね調整してって持ってこられても調整はできません。ドライバー持ってない時もありますから、参加申し込みする時にその一言を付け加えておいていただきますと、準備してお待ちしますので、フリクションペグ楽しんでください。はい、BJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今はまばたきももったいないと思う。忘れない「いつもいつまででも」